京駅に着きました。これから4時33分の光に乗って米原に向かわないといけないんですけれども、シューマイと芋ようかんを買ってこいという指令が出てますので、まずはそれを買う時間があるかどうか行ってきます。結構並んでるな。残念ながら芋ようかんのお店は見つからず、シューマイだけゲットしました。米原に到着しました。西口に向かいます。この中のどこかにババイクがいる。それ、あ、いた。なめこのぬいぐるみを持っている子供たちがいる。じゃじゃーん。こんばんは。一目でわかりますね。めっちゃわかる。なんかめっちゃコスプレしてるじゃない。すごい。とりあえず荷物だけ入れてもらって、はい、じゃあお世話になります。はい、よろしくお願いします。あのコスプレ衣装は水色やけど、あれは邪道やね。あー、確かに。ゲーム版はグリーンに近いでしょ。ちょっとそう、なんか変な中間色ですよね。ないない、探したわ。あのスカートの内側のプリーツのスカート作ったんですか。じゃあ布集めて。いや、ごめん、そんな才能はない。あ、じゃあ探してきて。探した。楽天、メルカリ、ヤフオク、アマゾン、総動員みたいな。すごい。いや、お疲れさんした。吉祥寺からの直。いや、危なかったですよ。いや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 、頑張ってくれましたね。15分ぐらいで、15分もないか。マジか。シューマイか、シューマイも並んでて。マジか、そうだよ、ね、やべーと思って。でもシューマイはとりあえずゲットして、で、芋ようかんも、なんか調べ、一応場所は調べていたんだけど、サイトで。いい、あの、本命は企業券だから。すごい嬉しい。本命は企業券だから。出張というか、なんだろう、この旅の企画をちゃんと考えないと本当はいけなかったんだけど、あの工程表そのまま使えばいいからもういいやと思って。手書きかよって感じだけど、うん、いやいや全然。あ、右側に彦根城見えてるって。見えなくなった。あ、ここ僕来たことある。嘘、なんで観光。ね、実は行ってなかったんですけど、うん、弟滋賀大なんですよ。マジか。マジか、そら来たことあるわ。で、彦根に住んでて。マジか、世間狭いな。弟の家に何泊かしてた時に、暇だったから釣りしようと思って、まあ、弟の部屋に釣りセットがあったんで、そこのあの宮脇書店の横で思いっきり近くやん。マジか。釣りをして一匹も釣れなかったけど。あー、じゃあひょっとして彦根城来たことある。ない。あ、ない。彦根城はないです。そっか、あったら削ろうかと思ったんだけど。で、この辺のなんか歴史的な街並みみたいなところはちょこっと歩いたことがあって、はいはい、あ、そうそう、この辺とかなんか、そう、そう、夜はライトアップされて、ライトアップされている。ここ桜の時期にぜひ来るべき。すっごい綺麗だから。すっごい綺麗。その堀の沿い全部桜なんだわ。へえ。ライトアップされて、路面に桜が反射して鏡状態になってて、正面に今彦根城見えたね。あ、すごい家紋。これ、井伊家の家紋です。立花今400年で記念祭やってる。へぇ、すげえ、中に入れるんだ。あ、ここ一般道。あ、これ一般道。うん、で、そこがもう一上りかな。へぇ、まあ、明日実際この辺ちょっと歩くけど、暗くてね、全然カメラには何も映んないだろうね。ここ彦根東高校、頭いいとこでしょ。そうよく知ってますな。だいたいあのお城の中にある高校はね、頭いいと思います。あー、そうかもしれない。元藩校とかだから。ていうか刈谷高校やんな。あ、そうなんですよ。うちの家庭教師に来てくれてる千葉県立大の女の子がいるんやけど、はい、仮校なんだよ。あ、そうなんですか。狭いよね、世間狭。肉は 1.1 キロしか買ってないけど、その代わり 100g 1200円級だから。めっちゃ高級な近江牛。やったぜ。もう奮発したさ。
文字だけで6本くらいあるし。マジでちょっと期待したな。到着です。お母さん、財布ありがとう。ババア一家に到着しました。犬がいる。開けて、開けてくれ。ちょっとわかんない。入って。はい。旦那様の声よ。こんにちは。お邪魔します。来た。とりあえず荷物置こうか。はいはいはい。来た。先生、そっち開けて。はい。はい。お。こちらです。こちらこっちです。はい。こいつね。旦那様や。こんばんは。旦那様。ここでいいですか。はい。はい。会社にお土産どうぞ。わかりました。ありがとうございます。サラダパンの会社のあゆりむなめこラスクで。うん、揚げ玉。あゆりむなめこ。あー、お姉ちゃんね。揚げ玉よ。じゃあ、皆さん一人ずつ自己紹介。あ、僕から。あ、まだ上に。上、お兄ちゃん。お姉ちゃん。お風呂。とりあえずお風呂入っても。こいつは、こいつの名前は。しずる。しずる。しずる。あの、別に誘白が好きだったわけではない。お姉ちゃん今風呂。お姉ちゃん風呂。はい、ダンボールなめこです。こんばんは。こんばんは。次女。はい、次女です。次女。長男。長男です。幼女です。幼女。こんばんは。じゃあ、こんばんは。で、母です。ババ一家です。じゃあ、お風呂に入ろうかな、とりあえず。はい、じゃあお風呂に案内します。酒の量すげえ。すごい量だ。これ全部はさすがに無理でしょ。無理さすがに。でかいね。撮影用だね。撮影用ですよ。黙っとこう。え、喋ってていいよ。あ、そう、うん、見たー。